はい、じゃあ1分で説明いきたいと思います。今日は、サーブの時の、視野の使い方、ワンポイントをご紹介したいと思います。はい、まず構えた時は、自分の狙う方でやったり、こう相手の方、こちらを見ていると思います。はい、でここからトスアップに入る時に、トスを上げる少し前に、空を見るような感じ、上を見るような感じになってトスアップ。はい、でインパクトの時もしっかり上を見ているようにしましょう。で大事なのはインパクトが終わった後も少し上を見て顔を残すような形を作ってから、前を見ると、はい、この動きをしっかり取れれば体が開いたりバランスが崩れないように打てると思います。はい、最初は前向いておいてトス上げる少し前に上を向く。でこの状態打ち終わったラケットが抜けた後に、前を向くという感じをね作ってみましょう。はい、今のだけでもだいぶ軸がしっかりしてくるしサーブが安定すると思います。良くないのは打ちながらそのままこう顔がね前を向くような感じにするとこう体がブレやすくなります。もう一回ちょっと大げさにやってみます。打つ前を向くと、はい、こういう感じにするだけでもだいぶね軸がしっかりするし腕の振りもこう加速が効きやすくなりますので頑張ってみてください。